さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。私たちも元気です。さあ突然なんですけれども、元気いっぱいに来ます。はいはい、お二人は横浜というとどんなイメージがありますか。横浜黄昏れたあ、そっち違う、うん、横浜、うん、山下公園。山下公園デートよ。あーデートスポット。なにあれダメ、その答えはあんまり望みじゃなかった。横浜といえば中華街で来た来たチンジャオロースデートやっぱりデートなんですね。横浜、はい、素敵なとこですよね。素敵ですね。そこで、うん、今回まずご紹介するのは、横浜港北区で相続、税務、経営相談など地域に密着したサポートをされていますこちらの企業様です。生活とは習慣の織物である。19世紀のスイスの哲学者アンリ・フレデリック・アミエルは自身の半生を綴ったアミエルの日記にこう記した。心が変われば行動が変わる、習慣が変われば人格が変わる、進むべき道を開拓する者は皆常に新たな変化を求めてきた。そして今、未来へつながる可能性を信じ、人々の進むべき道を照らし出す男がここにいる。アミエル税理士法人代表社員税理士とどめ真。相続、税務、経営相談などさまざまなニーズに応えた事業を展開するアミエル税理士法人では、お客様にとってより良い未来を行動で示し、一人一人に沿った解決策で全力でサポート。チャレンジすることで未来は変わる、誰もが求める生涯のパートナーとして大きな支えであり続けている。今回はとどめ真をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。あの、開業のきっかけは何だったんでしょうか。開業のきっかけはですね、大学を二浪で入ってしまいまして、はい、で現役の友達たちはちょうどバブルの最盛期で、まあ、ものすごいいい給料だったんですね。はい、でどうやったら二浪の私が追いつくのかということで、ちょっとじゃあ税理士を取ってみようかということで、はい、もう独立するつもりで、あの税理士の資格は勉強していました。はい、開業前は何をされてたんでしょうか。開業前はですね、税理士 その専門学校のそばの会計事務所で3年ほど勤めさせていただいて、その後にですね、やっぱり大手の会計事務所に行ってやっぱり経験を積みたいということで、まあ、拾っていただいた会計事務所さんがその相続に強い会計事務所さんで、まあ、横浜でも結構有名な事務所さんで、はい、そこであの相続の勉強ですね。相続はな、今いろんなルールがありますね。今ブームですよね。相続すごい。でもその当時っていうのは相続ブームの、いやその相続はブームではないですよね。どちらかっていうと、ね、もうその当時はもうあの皆さんその相続は後ろ向きで、うん、もう準備するなんていうことは全くね、お前相続の話なんかしたらお前殺す気かとかっていう、はいはい、いやいや本当にそうです、タブーな話題でしたね。その今のその相続っていうのと、うん、その当時の相続っていうの違いは、当時はですね、まだあのバブルが弾けて間もない頃だったので、あの皆さんだからあの頑張れば収入も上がるとか、はい、あのまだその未来を夢見るじゃないですけど、うん、はい、まあ、希望を持ってる方多かったんですが、うん、最近はやっぱりなかなかあのそのバブル弾けた後ってリストラでなかなか給料が上がらなかったりとか、退職金が削られたりとかっていうことで、皆さんその相続でもらわないと住宅ローンを返せないとか、あそうか、息子さんの学費が払えないとか、だからもらえるもんはしっかりもらえっていうような風潮にやっぱり変わってきましたね。で独立をされたのがその平成15年で、はい、今から13年前ということなんですが、はい、なぜ独立を考えられたでしょうか。まあ、たまたまですね、あの実は友人の会社 の役員をやっておりまして、で連帯保証をかぶってしまいまして、そんなことが、はい、それはもう自分で返さなきゃいけないなとというのがきっかけで、それは大変ですよね。そんなご事情があったんですね。今となってその時はもう火の車みたいになりますよね。そうです。いやだって独立後実際いかがでした。
独立後も最初はもう本当に火の車でした、ね、マイナスからスタートですもんね、じゃあその借金を返すためにどうしたらどれだけ収入を上げなきゃいけないかと。でもそういう危機感が、はい、多分グーンといくきっかけにはなってんじゃないでしょうかね。そうですね、借金も財産だっていうのはよく言ったなって。もでもそれ今だから言えますよ、ね、今だから言えますけど。独立してすぐの時はどういった業界にあたってお仕事されてたんですか。もともとその相続やってたんで、不動産関係のお客さんとか建設関係のお客さんが結構多くてですね、まあそういう方たちにちょっと支えられて、はい、その資産継承の方法とかを教えていくわけですか。そうですね、節税も含めてその事業承継ということで、はい、不動産もバーっていったと思ったらドーンとバブルでね。そうですね、本当にバブルの後処理なんかもメガバンクさんなんかと一緒にさせていただいたりとかってもありました。大変な時期がありましたよね。具体的な数字としてはお客様のどのぐらい役に立てたかなっていうのはありますか。そうですね、多分累計では私が関わっただけで600件以上の相続はお手伝いさせていただいているので、はい、大変なケースとかも、そうですね、本当に何も処理されないで来られた方なんかは明治時代まで遡って相続人の方を探したっていうケースもありました。揉めそう。32名の方が中には行方不明の方もいたりとか。やっぱり生前にやっとかなきゃいけないことなんですかね。はい、間違いなく。間違いなく親御さんのツケが全部お子さん子供が払わなきゃいけなくなっちゃうので。ただ親の思いとまた子供の思いが違うので、はい、まあ、子供は節税したいけど、はい、まあ、親御さんとしてはまあ今のままの生活がいいとか、はい、なるほどなるほど、なんで私が借金しなきゃいけないのとか、そこがやっぱり難しいですね。親御さんの思いとやっぱり子供の思いとかまたちょっと違ってた、一致すればいいんですけども。どうですか。いやいや、これはね、子を持つ親として、いやいや、子を持つ親だし、僕も親の子だからね、だからやっぱり亡くなった後のことをさ言うのって非常に辛いことですもん ね。だからまずそこの親のね理解があったり、親がそういうことを分かってるんだったらいいけど、新しく説明するというとなると大変ですよね、うん。お客様よりのこうサポートをされてるっていうことですか。そうですね、まずはその、まあ、ご主人様の思いであったりとか、はい、まあ、その相続の中心になられる方の思いっていうのをまず大前提にして、はい、まあ、どうされたいかっていうのを、まあ、実現するのがやっぱり我々の使命かなということで、はい、そんなとどめさんなんですが、今度は看護の方を始められたそうですね。あ、はい、まあ、もともとのきっかけというのがやっぱりまあ、その税金税の面だけじゃなくて、他の面でも、まあ、そのおじいちゃんおばあちゃん支えられないかなということで、はい、最初は成年後見からスタートしたんですけれども、はい、いわゆるその認知症になられたおじいちゃんおばあちゃんのサポートっていう、はい、でそちらからスタートしていて、妻がですね看護師なもので、あっそう、そういったことなんですね、はい、まあ、それでじゃあこれからの医療の中心っていうのはその在宅になってからということで、まあ、1年半前からスタートして、はい。でも税理士法人さんですよね、どうして看護のことまで自分の会社でやろうと思ったんですか。もともとはおばあちゃん子で、まあ、おばあちゃんがやっぱり認知症で、その時やっぱり責めちゃったっていうので、そのまま亡くなっちゃったっていうのはやっぱりなんかあって、そういった方に対して逆にそのご恩返しじゃないですけど、はい、できたらなっていうことで、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが笑顔で過ごせるようにということで、はい、はい。でも全国でもその税のことから看護、さらには成年後見のこともやってらっしゃる税理士法人さんってないんじゃないですか。ないですね、やっぱりそうなんだと思います。奥様の方と一緒にバッと組むって組まれるっていう、はい、まあ、おかげさまで結構そちらの部分もですね、はい、まあ、今伸びてきてはおりますけれどね、まあ、でもコンセプトとしてはそのおじいちゃんおばあちゃんのトータルライフサポートということで、うん、まあ、金銭面から その成年後見であったりとか、あとはその健康管理ということでの訪問看護ということで、はい、ホームページを拝見しましたら、はい、福徳円満の税務サポートという文字がこう目に入ってきたんですけれども、この福徳円満の税務サポートについて教えていただけますか。相続人の方たちにやっぱり笑顔になってもらいたいというのが
はい、で多くのトラブルを経験してきているので、はい、まあ、こういうことになるとこういうトラブルになりますよっていうようなことで、あの皆さんにやっぱり笑顔になってほしいということで、はい、税金のことってやっぱり知ればみんなが幸せになる方法があるってことですね。あ、そうですね、はい。それではですね、アミエル税理士法人様の今後の展開を教えてください。はい、すで、はい、に、一昨年からその訪問看護ステーションの方を始めて、やっとあの地域の方にやっとあの根付いてきたなというところで、今ですね、やっぱり国の政策として、その認知症で抱えてらっしゃるご家族の方、はい、がやっぱり一人で抱えられて大変な思いされている方がいるので、あのそういう方たちが一緒にあのみんなで語り合えるような場、もう認知症になられた方もご参加 OK なんですけれども、うん、はい、そういったことで、なんて地域で、はい、まあ、あの皆さん同じ思いをされているので、まあ、そういったものを共有したりとか、まあ、笑顔になっていただきたいなというのがありまして、はい、でそれでその認知症カフェというのを今ですね、今場所を探しているところで、これから作ろうとされてる、はい、これから、はい、まあ、その中であのそういった認知症のこともあるんですが、その成年後見だったりとか、あとはその介護保険の使い方とか医療保険の使い方っていうのが、はい、例えばあの障害者年金っていうのもいただけるんですね、はい、でも例えばそのペースメーカーつけてて、その障害者年金もらえるよっていうようなことを知らない方も結構いらっしゃるんですね、まあ、そういった啓蒙をしたりとか、はい、新たな行動で未来を作り、理想を実現へと導き続けるとどめ真、そんな男が心に刻んだ言葉とは。やっぱりあの感謝っていう言葉につきます、はい、やっぱありがとうの一言でやっぱりその社内の雰囲気が変わったりとか、やっぱりお客様の雰囲気が変わったりとか、はい、でやっぱり自分がやってるなと思ってると、やっぱり会社内もなんかおかしくなっちゃったりとか、で今やっぱりスタッフに感謝してありがとうってやってきたら、まあ今あるのかなって思いますので、やっぱりその心を忘れずに、やっぱりこれからもですね、やっぱり頑張っていきたいなと思っております。感謝ですね、やっぱりね、いつまでも温かいとどめさんでいらしてください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いてご紹介する企業さんなんですが、お二人はパレットってご存知ですか？パレット、うん、絵の具、うん、はいはい、違うね、その顔は違うね。そう、そのね、絵の具を乗せるパレットを思い浮かべますよね、はい、実はそれ違うようなんですよ。そこで、はい、今回次にご紹介しますのは、うん、そのパレットの販売や買取無料レンタルサービスを行っていますこちらの企業様です。私たちが手にするものは常に物流というシステムの流れに乗ってやってくる。そこには食卓に並ぶ食材をはじめ、機械の部品に至るまで保管や輸送を補うパレットという存在があった。荷物と幸せを運ぶため、物流システムだけでなく私たちの生活を支え続ける男がここにいる。ボックス工業株式会社代表取締役田原正弘。地元に根付いた鍛冶屋でありながら、現在物流を支えるパレット製造も行うボックス工業株式会社では、日本列島のほぼ中心に位置する石川県を舞台に地の利を生かした事業を展開。窮地に陥る中で生み出したその新たなビジネスモデルによって、数多くのニーズに応え続けている。今回は田原正弘をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。どんな事業内容で、その鍛冶屋から
パレットの方に行ったんでしょうか。まあ、もともと鉄工所をしてたので、まあ、そういう鉄を扱う商品で、まあ、なんか事業がないかなと思ってずっとまあ考えてはいたんですけど、まあ、なかなかそういうのに巡り合わなくて、まあ、ある、きっかけがあって、はい、このメッシュパレットという事業を思いついたんですね。はい、どうしてその事業を3代目になられて変えようというか、新しいものをされようと思ったんですか。まあ、もともと鉄工所なので、まあ、自分でこうメーカーとしてこうやってなくて、まあ、下請けとか孫請け、要は仕事をもらってずっとやってたんですよ。お客さんのこういろんなハイリズムでいろんな都合で仕事量が結構やっぱり変わってくるんで、はい、でそういうのが私自体が今後変えていきたいなと思って、そういう模索をしてたんですよね。自分の方から発信してみたいな。はい、そうですね。引き継がれた当初苦労された点はどんなところですか。そうですね、実は3代目なんですけど、このボックス工業っていう名前だけしか引き継いでないんですよ。24歳の時に、自らその珠洲市からこの今の現在の能美市に自ら工場を建てて、そこから自分で事業を始めたんです。もう場所も新しいし事業も新しいし、はい、ご苦労も多かったんじゃないですか。そうですね、もう本当にバブルも崩壊した後でしたし、もう本当にゼロからスタートしたので、で私のこういう風貌なのでなかなか営業をしてもこう仕事がもらえなかったり、すごく最初はやっぱ他社員に苦労はしましたね。それはここ直すだけでいいんじゃないですか。そういうことじゃないですか。そうじゃなくて、やっぱり最初でも地理的なところでそれがハマるんですか。かなりやっぱりその最初、はい、やっぱりどうなん10年ぐらいはやっぱり結構苦労しましたね。結構やっぱり鉄工所っていうのはこの硬いこの、はい、商売っていうかなので、はいはい、ずっとやっぱり私自体がこう茶髪であったり金髪でずっと営業してたので、柔らかいですよね。柔らかい柔らかい人がすげえ硬いものを売りに来んなみたいな。その中でその誰も目につけないようなパレットっていう分野に入っていかれたってことですよね。そうですね、はい、その需要があるように感じられたんですね、多分物の流通に関わるそういうものが、まあ、きっかけが実はありまして、はい、まあ、鉄工所 の、はい、社長仲間ですね、その社長仲間がこういうこのメッシュパレットを実は300枚購入するきっかけがあったんですよ。でその時にこう相談、その社長から相談を受けたんですけど、その当時1台この入れ物メッシュパレットが、4万円ぐらいしてたんですよね。結構しますね。はい、そうするとその社長から相談を受けて、なんでこんなにメッシュパレットが高いんだろうねって、でその当時新品で1枚4万円してたので、なんかもっと安いのないのかねって、本当に新品じゃなくても中古でいいからこういうもの長いのかなって、なるほどなるほど、はい、言ったその社長の友人の社長の一言がきっかけなんですね。じゃあパレットの製造だけではなくて、その中古の買取とか販売を行っている。そうなんです、はい、それ誰も今までやってなかったんじゃないですか。やってなかったですね、はい、ハマった。そうなんです、ずっとその社長の一言がすごい私の頭の中に残って、そこからこう市場調査を始めたら誰もやってなかったんですよね。そこから、はい、で始めて、もう全国でじゃあその事業っていうかそういう市場がないのであれば、私がその中古のこのメッシュパレットの市場を作ろうっていうふうに考えたんです。回収するってことですか。そうです、はい、全国から回収して、それをまた全国に売ろうと思って。じゃあその社長さんがおっしゃってたように、実際にその中古でもいいのにって思ってる方とか、もう使わなくなっちゃって在庫を抱えててどうしようもなくなってる会社さんっていうのは意外といたんですか。もう本当に当時インターネットでその販売も回収も全部インターネットを通じてしたんですけど、もう最初から反響が結構ありましたね。はい、じゃあみんな頭の中にはあったんだけども、やろうとしなかったことをバンとストレートに。そうですね、はい、でも困ってる
方の思いに応えるビジネスを始めたっていうところが一番素晴らしいですよね。そうですね。実は父がそういう父からの教えがそういうのを私ずっと持ってて、お客さんのためになるような仕事をしなさい、でそういうお客さんのためになるようなことを今後継続して事業になるようにこう言葉をいただいてたんで、探すところがもう違うの、アイデアをどこに持っていこうかって言ったら、もうそれが基本形にあるのが人の喜びになるね。それがねまたビジネスになってたら素晴らしいことですよね。そうですね、はい、そういう柔らかいところがこう髪の毛の色にあるじゃあちゃんとアイデアも柔らかいアイデアもそこなわけだ。じゃあ実際にそういう需要はあったということなんですけれども、事業を始めてみて周りの方の反応はいかがでしたか？そうですね、実は今友人でも相談したんですよ。で、まあ、10人ぐらいに相談したんですけど、その10人ともこんな商売うまくいかないよって10人に言われました。はい、誰もやらなさすぎる分野だからこそじゃないですか。そうなんです、はい、実際市場にそういう分野がなかったんですけど、まあ、中古の市場がようやくこう立ち上がってきた、そういう時代だったのね、まだ。ただパッと来た思った時に、その回収して自分のところから発注するみたいなのが非常に難しいんじゃないかなと思うけども、うん、はい、それはネットを通じたりなんかしたら集まってくるもんですか？いらない人たちにしてみれば処分したいんじゃないですか、はい、今までだったらお金を出して処分してたのを、もうお金をもらって処分ができるっていう風に考えることができるので、最初の購入費用を回収できるわけですね。そうなんです、はい、それを来たものをメンテナンスして、はい、直したりして実際に今度使ってもらわなきゃいけないわけです。そうなんです、はい、そうするとその需要っていうのはあるんですか？ありますね。結局私がもともと鉄工所をやってるじゃないですか、はい、で今まで使ってきたボロボロのそのメッシュパレットが回収してうちに来ますよね、はい、それをメンテナンスすることがうちにはできるんです。鉄工所なので、その技術があるからこそ、はい、専門家だよね。そうです、専門家だ。うまくはまりましたね。そうなんです、はい、ボクス工業さん以外にもそういうことやられてるところって会社ってあるんですか？そうですね、今現在はありますけど、うん、私たちみたいにメンテナンスをしてるっていうことは一社もないですね今は。強みですね、はい、いやなんかそういうことをやってる会社がその石川県の能登にあるっていうのが、はい、ちょっとびっくりしました、はい、立地に関してはどう感じてますか？実際その日本列島っていう括りで考えると、まあ石川県も日本の真ん中じゃないですか。あ、日本海側の、確かに日本海側、ね、日本海側ですけど、うん、真ん中じゃないですか。位置はそうですね、はい、なので、まあ、北海道から沖縄までって考えると立地的に悪くないんですよ。で大阪も近いですし、名古屋も近いですし、東京も割と近いですし、まあ、全国にだからこう拠点としては石川県はすごく立地的にかなってるんですよね。お客様からその例えば中古で大丈夫かなみたいな反応はなかったんですか？やっぱりありましたね、はい、で当時最初に取引する人がやっぱり不安で、ぜひ見に来たいと、で見て物を判断して買いたいというお客さんがやっぱりいましたんで、じゃあぜひ見に来てくださいと、うん、って言って、どこからですかって聞いたら沖縄ですと沖縄から来るんですかみたいな、はい、うわ、じゃあ読みが当たったらやっぱり中央なんですね。そうなんです、はい、で大阪、名古屋、本当にいろんなところから見に来て、はい、家庭からいる方いらっしゃいますね、うん、まあ、でもやっぱりうまくいっている裏にはきっと苦労があるかと思うんですが、パレット その回収する上での苦労っていうのはあるんでしょうか？ボロボロなそのメッシュパレットもやっぱり中にはあるんですよね、うんうん、でそれをやっぱりそのスクラップに出すのか、それをちゃんと整備して売れるものとして出すのか、そこら辺は本当自分たちのやっぱりノウハウですね、うん、そこは本当1から0から、私たちも0から作り上げてきたんで、その人たちにこうランク分けをしてるんですよね。で、はい、本当にいい商品で、中くらいの商品で、さらにこう細かくランク分けをして、うん、お客様にこうどのランクで選んでもらえる、うん、はい、ような形を作るのにすごくやっぱり苦労しましたね。送るもんがこうだからこれは丈夫じゃなきゃいけないとか、いやこれは十分耐久性が足りてたらこのランクでいいとか、はい、スクラップにするっていうのはもうダメってことですか？ダメっていうのは中にもありますね。ありますか、はい、なるほどね、うん、
どういうものを一番運ぶ機会って多いんですか。それはまあ大きさにもよるんだけども、例えば 何を運ばれるんですか。そうですね、まずマグロを入れたり、マグロ、はい、マグロをこう冷凍マグロを入れたり、あとは本当工業系では本当車関係の人たちが部品を入れたり、はい、いろんなあの工業系ではたくさん使われているものですけど、やっぱじゃあそれによって形のデザインとか大きさとかもいろいろあるわけですね。そうですね、はい、もう本当に、うちの商品の中では2メーターぐらいの大きなパレットもあの用意してますし、小さいのは本当、はい、50センチとか80センチぐらいのパレットもありますね。小さいパレット。この事業を行っていて、お客様からのこう感謝の声みたいなのってのは届いてるんですか。実際は今まで知らなかった人たちにとっては、もっと早くこのパレットをこう中古パレットを販売してるのを知りたかったっていうふうに、お客様から感謝をいただいておりますね。地の利を生かしたシステムを武器に、全国の物流に革命を起こし続ける俵万宏。そんな男が見据える今後の展望とは。まあ、弊社では今このメッシュパレットをインターネットを通じて販売してるんですけど、インターネットを通じてさらに EC 事業っていうのを立ち上げてるんです。まあ、このインターネットを通じて販売していくその事業のこの一つというか、そのポリシーにはこの地域貢献をしたいなと思って、はい、実はこう立ち上げたんですけど、要は主婦ですね、主婦さんがこう小さなお子様が持ってる方が、そういう人たちをあえてこう雇って、そういう人たちにこうも還元できるような今事業を立ち上げてます。それでは最後に俵さんの格言を教えてください。なせばなる、なさねばならぬ何事も。あ、やっぱりそういう気持ちですか。そうですね、はい、最初からそうですか。最初からもう本当に自分が小学生の時からもう授業をやりたいっていうふうに思ってたので、そういう気持ちはずっと持ち続けて今に至ってるってことですね。あ、はい、なしてきてるわけだからね。いつまでももうみんなのこう仲間で、はい、友達でいてあげてくださいね。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。インターネットで集客しようと思っていろいろ試したけれど、いまいちうまくいかない。インターネットで集客したいけど、何をどうすればいいのかそもそもよくわからない。ノウハウ本や教材を読んだけれども、うまく使いこなすことができない。こんな風に悩んでいるあなたは、この本を手に取って本当にラッキーです。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら。そのネット集客は今すぐやめなさい。この本を書いたのはウェブプロモーションプロデューサーの肘森彦さん。インターネットを使ってお客さんを集めたり売り上げを上げたいと思っている方におすすめの一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。